ちは、かえでです。そして須藤優太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は船橋カントリークラブに来ております。もう真夏のいい天気 で、ね、はいはい、セミの鳴き声とともにお送りしております。今日はですね、いつもの2人なんですけれども、ここからさらに2人、ゲストの方に。お、2人豪華ですね。はい、豪華なんですよ。はい、まず1人目のね、上目ゴルフにもよく来ていただいている5ヶ月ぶりに来ていただきました。5ヶ月ぶり、どうぞ。こんにちは。こんにちは。あきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あきさんはあれですね、ランバンの、はい、撮影ぶりですね。はい。お久しぶりです。お久しぶりです。いつも須藤プロのレッスンも、はい、なんかね、これが良かったとかっていうのもさっき聞いてたんですけど。はい。つい先日もこうアッパーに溝打ちを殴られた時のようにジャンプをすれば。前傾姿勢が保てるというのを、はい、練習場で試させていただいたり、いつも動画拝見させていただいております。嬉しいっす、はい。生の声を聞けると嬉しいですね。はい、そうですね、もう視聴者の生の声ということで、はい、本日はですね、なんとあきさんがレッスンを受けていただく方ということで、はい、うん、もう一人ゲストの方に来ていただいておりまして、須藤プロにゆかりのありまくりの、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 これ以上ないぐらいですね、本当に。はい、これ以上ないぐらいゆかりのある方に、はい、来ていただいております。はい、どうぞ。どうも、梅山プロです。よろしくお願いします。梅山智博です。と YouTube やられてましてですよね。はい、梅ちゃんの喜怒哀楽チャンネル、はいはい、ということで今日は梅ちゃんと呼ばせていただこうかなと。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。梅ちゃんでいいですか。はい、梅ちゃんでいい。中学校ぶりぐらいのね。はい、そうですね、中学校の時に、はいはい、梅ちゃんって呼んでた時期があって。はい、時期があって。それ大人になるんで、はいはい、やっぱりさんって呼んだりとか先輩って呼んだりするじゃないですか。そうです、いろいろ学ぶんですよ。改めて2人のご関係というか簡単に説明お願いしていいですか。まあ僕小学校からゴルフしてるんですけど、はい、小学校終わって中学校上がったぐらいの時に、はい、須藤優太と知り合って、はい、でまあそこから同じ関東地区っていうこともあって、はい、試合で家族ぐるみの中になり、はい、で中学校は一緒に大会とか行きながら、はい、高校栃木に来てくれて、はい、で、そうなんです。そうです。で同じ高校で3年間過ごして、はい、次の大学も東北福祉大学で4年間一緒で、はい、ずっとついてきてくれて。そうです。そうです。一つ僕が下になります。はい。はい、計算があんま得意じゃないですかね。確かに12、12、17年。あ、今までだとね。今までだと、はい、今までだと17年ぐらい。本当に直属の後輩になってから、はい、うん、年7年、はい、計算できました。あんま得意ではない。得意ではない。ちょっと、はい、はい、頭の方がね、はい、そうゴルフ頑張ってきたんです。足し算は得意なんですけど。はい、ということで聞きたいことは山ほどあるんですけれども、本日コラボということでこの後、はい、ラウンドの方もさせていただいたりとかありますので、トークはそちらの方でもね、はい、ちょっとお楽しみにしていただいて、うん、本日はですね、梅ちゃんのまずドライバーを見せていただきながら、はい、その後あきさんのレッスンもお願いしたいと思っております。須藤、はい、プロはですね、今日は梅ゴルフの MC ということで、はいはい、ちょっと上級者のレッスンになるかと思うの で、 そうです、ね、私だとちょっと足りないところもあるので、うん、そこら辺はそうですね。喋りの方で。オッケーです。はい、カバーしていきたいと思います。はい。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では早速ドライバーのスイングお願いいたします。いただいたんですけども、練習ボールでありながらキャリー249ヤードのトータルが271ヤードですね。私のまず初見の感想としては須藤プロに結構似てるスイングが、嬉しい嬉しい、似てます。ここが特に、フィニッシュ
まあ、フィニッシュ、はい、っていう来るっていう感じがめちゃくちゃ似てるなっていう風に感じました。で早速なんですけれども、ドライバーの時に気をつけてるポイントだったり自分の特徴っていうんですかね、うん、っていうのがあれば教えてください。僕自身、まあすごい似せてる気はないんですけど、それはそうです、はい、僕がだって背中追っかけてるんだ僕が真似てるんですか。似せる気はないんですけど、はい、まあなんとなくこう意識は手が遠くなりすぎないようにとかを意識してて、はい、まあ、早めに畳むわけじゃないですけど、はい、あまりこの肘とかグリップの位置が体から離れすぎないことだけ意識はしてます、ね、まあ、全ショットですねそれは、はい、でドライバー、まあ、なんで若干、まあ、ここのこの距離もそうですし、はい、その逆で反対もなるべくこう左右対称になりやすいように。フォローもなんですね。そうですね、はい、まあ、どうしてもクラブヘッドがやっぱ重たい分はこう引きつけてきたりとかは絶対起きることなんで、はい、自分から引きつけようとすると一旦バックみたいなスイングになっちゃうことが多いんで、若干遠いところに下ろしてくるぐらいで、こっちは逆に早めに畳んで、まあ、フィニッシュにこう回転速度を下げないように意識はしてます、はい、大きくゆっくりというよりはコンパクトめでサッという感じですか。そうですね、僕もあんまりトップがこう大きいタイプじゃないんで、はい、小さいところから早めにそのスピードが落ちないようにだけ意識してます、はい、秋さんから見てそうですね、はい、トラックマンの数値見させていただいてちょっと気になったのが、はい、アタックアングルが 0.1、まあ、ほぼアッパーでもダウンでもないレベルブローな感じなんですけど、このあたりドライバーはそのアイアンと同じくダウンに振るイメージなのか、アッパーに打つとかっていうイメージはあるのかなっていうのがちょっと気になるところです。そうですね、僕自身あんまりアッパーの意識はないんですけど、はいはい、まあ、その必然的に最初に構えてる位置よりボールが左になる分は、勝手にアッパーになると思ってるんで、その最下点、その円運動の中の最下点の位置だけ意識して、例えば打ち下ろしのホールだったら自然多分ボールも右に置きたくなったりとかする分は若干こう低い球になったり、逆に打ち上げのホールの時は目線に対してボール左にある分はアッパーになりやすいんで球が上がってくれたりとかいうのを自然とこうなってくれるように、最下点をずらさずボールの位置の意識しかしてないんで、あんまりこのレベルにフローとかもダウンブロー、アッパーブローとかはあんまり意識はしてないですね。スイング変えずにもう勝手にそうなってる、はい、ちょっと今ので気になったんですけど、例えばボールを左側に置くときに最下点はもちろんボールより右側になるじゃないですか、はい、うん、そしたらこう最下点に振るイメージなのかボールに振るイメージなのかというか。あ、僕は最下点に振るイメージにしてます。で、最下点よりボールが左にあるんで、はい、まあ円運動の中で言うとインサイドに向かいながらヘッドがこう左に向いてくると思うんですけど、はい、やっぱりボールを振る、ボールに向かって振ってくる動作も絶対入ってくるんで、はい、多少クラブヘッドが遅れてくる分ちょっとハンドファーストに来やすいのがあると思うんで、はい、その分結局最下点が左にずれ込んできたらほぼほぼスクエアに当たるのかなっていう意識だけです、はい、もう全てはあれですね、自分は余計なことしないっていう感じですかね。そうですね、うん、自分でどうこうしようと思うと、まあロジカルに言うと円の向きが変わったりとか、そのグリップの運動量とかもこういう風に変わってきたりとかいろいろしてしまうと思うんで、なるべく最下点の位置にずっと正面向いた状態で触れるようなアドレスを意識してます。これはスドプロが知ってる頃から変わらないやつ。そうですね、やっぱコンパクトにスピード感あってくるっとこう回転してくるっていうところはもうザ・梅ちゃんって感じです。あ、そうなんですね、はい、昔から梅ちゃんのスイングはこれっていう、うん、そうですね、はい、でやっぱ僕もそのまあどっちかっていうと結構こう腕を大きく振りたくなっちゃったりとかするんで、はい、多分その辺を見てきて、まあ、かえりちゃんが言う僕がこっち側が似てくるっていうのはあったかもしれないですね、はい、あ、そうなんですね、うん、テイクバックで意識するのは、まあ、シャットとかは意識はしてないんですけど、自分の中で本当にこう正面に溝落ちあたりにクラブがこうついてる状態で右に向いていったら自然と、まあ、見たものだとシャットフェースになるけど、実際は
その円の傾きでこう変わったりする分だけなんで、そのドライバーになってくると円がどうしてもこうフラットになってくる分は少し起きてくるんですけど、まあ若干フェースがスクエアっていうのは下に向いてるものっていう意識でやってるので、シャットに見えるかと思います。そうですね、もう体のそれこそこれが短くなったクラブになれば、はい、シャットの具合とかもっと大きくなりますし、はい、なるべく前傾角度にフェースが揃う意識になってくるんで、テイクバックの時は腰の位置ぐらいまではだいたい前傾と一緒だと傾いてるのがシャット側になると思うんで、それだけですかね、意識するのは。はい、もう腕の向きも何も変えずに右に向くだけっていう意識です。テイクバックでその僕も悩んだりするときに意識するのが、まずクラブを持たずに正面でこういう何ですか、手を広げた状態で、まあ伸ばしたらおかしいんで、ある程度こう肘にゆとりがある状態で伸ばして、このテイクバックだったら右手そのままに置いたところに左手が追いかけていく意識を作ってます。この時に大体のアマチュアの方はこの位置からこっちに寄せるのにこれも一緒に動いていってしまうんで、外側にっていう意識があるんですけど、まあ、例えばここに壁にこうぶつけてる状態だったらこれ以上後ろにはいかないんで、そういう意識でこの位置を動かさずにテイクバックの位置にグリップとか、まあ、ゴルフクラブを持った状態でできると、はい、基準としては一番シンプルに作りやすいかなとい う体の前側の感覚ですか。そうですね、前側に近い意識ですね、はい、けど、まあ、やっぱ可動域とかもいろいろあるんで、はい、まあ、なるべくは自分の視界に入るぐらいの位置とかを意識します。こっち過ぎてもおかしいですし、視界に入るか入んないかのこのギリギリぐらいの位置が一番いいかなと思います。こうもこうじゃなくて、はい、一緒ですね、こう逆になってくるんで、左手で作ったところに今度は右が追いかけてきてフォローの位置で回転するだけっていうのを意識してやってます。はい、やっぱこの時に前傾角度を作るのを意識してテイクバックするんで、どうしてもゴルフクラブ、特に女性の方多いんですけど、ゴルフクラブを上げるときに、まあこう上げる人が初心者は多くて、ある程度上級者になってくるとやっぱこうインサイド過ぎちゃって、この一番なんですか、クラブを重たく感じないところで持ってしまうことが多い。普通だったらこうしたらクラブってすごい重たく感じるものが、このグリップがヘッドの真下ぐらいに来ると全然重たく感じなくなって、クラブの重さって感じない分、今度は感じるところにクラブをずらしてこようとしちゃうんで、そういうのとかを少し意識する場所がこの基準の位置にできるといいかなという。はい、クラブの重さを感じながら振るっていうことは聞くんですけども、はい、一番トップのところで重みを、そうですね、やっぱり一番遠心力がかかるスタートの部分なんで、この時にすごいこうクラブの重さがあると自然と、まあ、今でいうシャローイングとかも言いますし、まあ、寝かす動作ではないんですけど、このクラブを正面のボールに向かって引っ張ってくるっていう動作にはすごい重さって大事だと思うんで、それを意識しやすいトップをまずできるといいのかなと思います。そうです、もう少し手は遠くても大丈夫です、それぐらいで、はい。あ、そうです、そうです、そうです。で、重たいですよね、はい、で、まあ、ある程度の位置だったらこういう風になってくるんで、コッキングもプラスして、その位置がベストかなと、いつもよりトップは小さく感じるんですけど、はい、めちゃくちゃ胸は回ってる感じがします、はい、この左腕の意識が入るだけでも捻転差っていうのは出やすくなるんで、はい、そういう意識は大切かなと。フォローで言い方がめちゃくちゃ出るのが悩むんですけど、はいはい、それもやっぱ体から外れる。そうですね、やっぱクラブのヘッドが重たく感じるところを、はい、探したくなるんで、はい、どうしても体が回ってクラブを後ろにどんどんしたくなる、はい、ってなるとここから手叩いて、はい、で振っていくってなると、これだと捕まらないのが分かるんで、で右肘とか右肩とかが出てきて、ちょっとこうクラブのトルクというか、はい、そのクラブヘッドを大きく動かして捕まえたくなっちゃうのが原因かなと、はい、
もそうですそうです、同じようなこういう状態 で、 そうです、クラブを揃えてきて、そうそうそう、こういう位置ですね。こっちもいつもより回ってなさそうな感じがするんですけど、はいはいはい、体自体はすごいなんかねじってるというか、はい、で単純にここからはもう普通にこう引っ張られて右足が上がってきてフォローに。オーケーなフィニッシュ。かっこいい。あれ梅ちゃんのフィニッシュ習得左足もはい、立たなかったですね。こうなりがちなんですよ、はいはいはい、なんでこうして締めてる状態がある程度出来上がる分、そこに回転が入ってくればトップもフォローも作りやすいかなと。そこから少し助走をつけて、そうですね、自分で回転するだけなんで、あとはそう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 。おお、あれフィニッシュも綺麗に収まってる、左右対称で、はい、やっぱこっちができるとこっちもしやすくなるんで、うーん、なんかいい意味で楓ちゃんらしくなかったですね、フィニッシュが全然突っ込んでなくてすごいスマートでした、フィニッシュがもうスンって最初はやっぱクラブの重さとかも感じる分振り遅れることはあるんですけど、それで徐々にこう対面を取っていけば、それを基準にスイングは出来上がると思います。だったらそれこそ軌道ができないから、はい、どうやって動き始めるんだろうと思うんですけど、今のとこからだったらなんか勝手に降りてクラブができたので、なんかそんなにフローフローって思わなくても、はい、勝手にスイングできる感じです。須藤プロ、はい、あっち向いてホイしましょう。あっち向いてホイ、はい、やりましょう。最初はグーチョキっぽい。あっち向いてホイやったこれでいいんすか、これでいいんすか、こうでしょ今歌舞伎俳優かと思った今いや、やばい、やられちゃうと思って